MD ヘリコプターズは主に商業用のヘリコプターを生産する会社。アメリカのアリゾナ州とテキサス州のほかメキシコに生産拠点を持つ。1947年、ヒューズエアクラフトの一家として始まり、1955年以後、一部門になった。ヘリコプター部門は1972年にヒューズヘリコプターズとして開訴され、1981年に、 ヒューズヘリコプターズインクとして独立した。1984年、マクドネルダグラスに売却された。ヒューズヘリコプターズは37年間に3機の主要な機種を送り出した。最初に成功したのはヒューズ300。1956年に製造され、1957年から量産に入った。1983年。 シュワイザーエアクラフトにライセンスを供与して練習機として現在も生産、使用されている。1965年5月、アメリカ陸軍が行った軽観測ヘリコプターの審査で入札に勝ち O-6 の量産を始めた。O-6 は現在でも民間用の MD500 として生産が続けられている。1973年に ス 1>, 1後継機種となるアー開発計画で1976年末、R-64 アパッチ攻撃ヘリコプターの受注に成功した。1981年、6機の試作機が生産された。生産機数は2005年までで1100機以上である。日本では、リアジェットの代理店でもある、株式会社エアロパートナーズがサポートを行っている。 1984年、ヒューズヘリコプターズインクは、マクドネル・ダグラスへ売却され、社名は、マクドネル・ダグラスヘリコプターになった。1985年には、マクドネル・ダグラスヘリコプターシステムズに、社名変更。1986年、ヒューズ300のべての権利をシュワイザーエアクラフトに、売却した。 R-64 ア,アパッチ1997年8月1日、マクドネル・ダグラスはボーイングに買収された。当初、ボーイングの計画では、マクドネル・ダグラスヘリコプターシステムズが生産していた民間ヘリの系列を、ベルヘリコプターへ1998年に売却することを予定していたが、公正取引委員会の横槍で撤回された。 1999年、ボーイングは、マクドネルダグラスヘリコプターシステムズが生産していた、民間ヘリの系列を、MD ヘリコプターズホールディングに移し、ボーイングは、残りの軍用ヘリの分のみ生産に専念することになった。そのため、MD500 やノーター等の生産は新会社に移された。現在は、MD ヘリコプターズインクという社名にて、 MD500 シリーズや MD900 シリーズの生産を行っている。2008年は両シリーズ合わせて計43機を納入している。MD エクスプローラー。ありがとうございます。